3月で降板するテレビ朝日、報道ステーション、の古舘伊知郎キャスター、61、の、後任がスポニチ本式報通り同局の、富川雄太アナウンサー、39、に、決まった。同局が8日、発表した。4年4月に番組が、始まって以来、事件や政治などの現場を、リポーターとして駆け回ってきた取材経験や、スタジオでのバランス感覚を、評価。番組に強い影響力を、持つ早川博司会長、72、の意中の、人でもあった。古舘氏の後を引き継ぐ大役。富川アナは、背中を追い続けても、全く近づくことすらできなかった古舘キャスターからいきなり襷をつなぐことになり、まだ現実のものとして受け止められておりませんが、少しでも視聴者の皆様の、役に立てる、よう努力して参る所存です、と、決意を示した。この非公認決定を発表した同局宣伝部は、選考経過は申し上げられない、としたが、関係者によると、昨年末までは決定に、至っておらず、年明けの仕事始めの4日以降に、早川会長ら局幹部が、最終決定したという。本誌の取材で富川アナの、名前は古舘氏の降板表明の、時点、昨年12月24日、から最有力候補として、浮上。同局関係者は、年齢の、割に報道の現場で十分な経験を、積んでおりバランス感覚もある。トップから現場まで押す声が、多かった、と説明した。別の関係者は、局アナを、起用することで古舘氏と、比べてだいぶ制作費を抑えることができる、と、指摘。12年前に古舘氏を、番組キャスターに招いた早川会長の、お気に入りの人物だったことから選考はスムーズに、運んだと見られる。富川アナは入社後、ほぼ報道、情報番組一筋。4年の、ホーステ、開始時から現場、リポーターを務め、古舘氏が夏休みなどで、番組を休む時には代理キャスターを、務めた。休日出勤も厭わずに、熱心に仕事をするタイプで、徹底した現場主義。7日夜に東京、歌舞伎町で、起きた火災の現場にも駆けつけていた。ニュースステーション、の、久米博史氏、71、古舘氏と大物キャスターが、続いた後の大罰的に、不安要素があるのは事実。しかし、同局は、現場主義の、ポリシーをそのままに、メインキャスターとなってもフットワーク軽く現場に、赴く、新しい時代のニュースキャスターに、挑戦します、宣伝部、と、4月からの富川アナに、かけた。チャンネル登録をお願いします。スマホの方は動画の下の、チャンネル登録から、お願いします。